信長は羽柴秀吉、明智光秀らの奮闘により金ヶ崎からの奇跡的な帰還を果たした。だがこれを機に以前から不和であった将軍足利義昭との対立が表面化する。義昭は打倒信長の檄を飛ばし、浅井朝倉をはじめ武田家毛利家らがこれに呼応。各国の軍友がこぞって信長の敵に回り、信長包囲網が敷かれたのだった。だがそれも信長の歩みを止めるには至らない。信長はまずは浅井朝倉に報復せんと近江国姉川に向けて出陣した。第2話、姉川の戦い。私に迷いはありません。長政様を信じています。それがしは朝倉殿を助け、この戦に勝つ。そして兄上と一とそれがしと皆が手を取り合って暮らせる国を必ず作る。初めて見る顔ね。この戦楽しめるものならいいわね。
に不足なし。よき無事相手になろうぜ。する無茶ぶりよな。我が軍は浅井に当たる。徳川軍は朝倉を攻めよ。長政、お一殿も撃たれるおつもりですか。優に及ばず。浅井、朝倉に関わる者、ここで全て絶やせ。血もたぎるわ。この気迫で進む。なんて強さだ。この程度では信長は満たされん。うわ、側面を敵に突かれたじゃと。うろさえれてないぞ。どんなに恐れても唯一の存在がそれがしを後押ししてくれる。位置がいるためにそれがしを後押しる。この企画で進む。
わかった。今すぐそばに行く。あぜんといこし、傷を治せ。織田の侍を急ぎ、信長に決断。お覚悟。この企画で済む。で、浅井がしぶといかって。ああ、嫌な戦じゃな、半兵衛。わしら、悪者じゃ。ま、お気を落とさずに寝て暮らせるよう作るために辛抱しましょう。敵将、撃ち取ったり。ほれぼれとする武者ぶりよな。敵将、撃破、撃ち陣に。には惜しい若武者では。なればこそ信長が打つ価値がある。意志を打つことを恐れる家康、強烈な意志を打つ。それを何に前に進め。敵者撃ち取ったり。俺らも負けられぬ。この気迫で進む。その戦ぶり、我が血もたぎるわ。一の支えに応える。それがしは最後まで諦めぬ。見てよ、一
この程度では信長は見たさあどやっは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 っなんて強さだ。この剣で信長は満たされぬ。この気迫で進む。
長政一、その濁りなき目で抗い最後まで。なぜなのでしょう。織田と朝倉、その体制は明らか。織田に服せばよいだけのはず。それなのに、その選択に後悔はないのか。彼らに迷いはないのか。絆じゃな。互いを信じ合う長政とお市様のかー、やっとりは。あなたはどう思われますか。我らのみで友も連れず、よろしいのですか。大丈夫。東は川越野戦、西は厳島で活躍した歴戦の勇士がついとるでな。家康、秀吉、ホトトギスで北区をいたせ。うぬは戦者をせよ。ただし、ホトトギスは鳴かぬホトトギスよ。突然の北区ですら難題にござるのに、しかもホトトギスは鳴けぬのでござるか。
話したぞ。これはいかがでござる。泣かぬなら泣かせてみよう、ホトトギス。なるほど、ならばわしはこういたそう。泣かぬなら泣くまで待とう、ホトトギス。信長様は何となさりまする。泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス。それにしても殺してしまうのはもしかわいそうにも思えまするが。世はそう思わぬ。泣けぬホトトギスとはすなわち翼失いし鳥、足なくせし馬の例えよ。生の核を失いてまだ惰性に生きさせるは屈辱を与え、なぶるに等しい。ならば一層。命は犯すべからざる価値なのか。命に勝る価値はないというならば、世はすべて無価値となる。人は故にかけ続けねばならぬ。織田徳川連合軍は浅井朝倉を姉川に破り、金ヶ崎での雪辱を果たした。
ここへ来て信長が最も警戒していた男が動きを見せる。戦国最強の騎馬軍団を擁する武田信玄、甲斐の虎がついに上洛の兵を挙げたのだ。武田軍の進路にある三河の徳川家康は偵察のため忠勝を先鋒として自らも出陣。一言坂で武田軍に完敗を喫し、籠城戦以外に勝ち目はないと知る。だが信玄はその家康を嘲笑うかのように家康のこもる城の前を悠然と通り過ぎた。みすみす通しては三河武士の名折れ。激高した家康は武田軍の追撃を撃退した。第3話、三方ヶ原の戦い。今信玄の背後を奇襲すれば勝ち目はある。三河武士の意地、今こそ見せる時。進め。殿、お待ちあれ。敵は戦豪者の信玄、背後を取るなど至難の技。やはり来たかね、家康。若さよの。全軍、魚鱗の陣で徳川軍を分断、殲滅せよ。さすがは信玄、備えておったか。兵力も軍略も敵が上。このまま戦場にあって迷いは禁物。核翼の陣で敵の魚鱗の陣に備えられ。我こそは本多平八郎忠勝。犬死には無用。生きて乱世を終わらせよ。本多忠勝の娘、稲です。お力添え感謝します。
げに崩せぬ陣。わしはため身を危険な目に。何を仰せや。我らの前に主の無難が来た。皆こそわしのかけがえのない宝。無茶だけはしてくれるなよ。なんて強さだ。そんなもんじゃ。もののふる貴様、ここに示さん。決勝打ち取ったり。この戦ぶり我が血もたぎるわ。柔らかに願います。釣り出す罠だったか。さて、家康を討ち取っちゃおうかね。わしはまんまと虎の手のひらで討ち死に覚悟で突っ込むしか。影に怯え、多様な七こそ我が勝ちが。
が守る。イネが時間を稼ぎます。殿、その前にお逃げください。ドン！ドン！いつの間にか、こっちの方が焦っちゃってるの。このまま負けたら格好悪いね。家康はこの手で討ち取らせてもらうよ。姫に先だとでも無謀ではありません。命を落としてたので
見事な不働きよ。ありがとうございます。罠に引っかかりまくりだな。ここまで策を用意していたとは。破られちゃったの。一緒。三河武士の意地見せられたな。
に向かう相手になろう。
背を向けて倒れておらぬ。三河武士、恐るべしじゃな。家康の器とそれを信じる家臣たちの絆、それが軍略を超えたってわけですね。互いの意志を信じて結ばれた絆の強さ、それがまた人の意志を揺るぎないものにする。そして時代を切り開くんじゃよ。私は進まねばならぬ。散っていった家臣皆のため、その志をつなぐため、何があろうと決してとどまることなく未来へ。ここに一両の重さの銀が11ある。今そこに一つ石が混ざった。銀の中から石を取り分けよ。ただし計りを使ってよいのは2回までぞ。あなたの仰せの通り、3回は必要。2階では石を見つけられません。目を塞ぐな。それは計りを使うのは2階までと言ったが、必ず使え。銀と石とは見た目から異なり、重さも違う。何より置いたところを見ていたはず。光秀、うぬは正しいが、真理など無価値。どのような時にも必ず正しき真理は、今この時この一点の真実にあらず。真理に目を覆われるな。世界を見よ。
ありがとうございました。なき今こそ好機ではないか。今こそ信濃に攻め込み武田を討つのじゃ。宿敵なき今、武田に闘争を挑むも無意味。今は全軍両将の門に服すべし。三方ヶ原の戦いにて、家康は主を守らんとする三河武士の忠義により姓をつなぐ。一方、三方ヶ原の戦いの後、上洛を続けた信玄はその途上、病に没した。武田の上洛軍は京の地を踏まずして帰還。これにより信長包囲網も瓦解する。信長は足利義昭を京より追放し、浅井朝倉を滅亡せしめた。さらに畿内の反抗勢力を抑え、長年苦渋をなめさせられていた長島の一騎衆も鎮圧する。そこへ武田軍の挙兵が伝えられる。信玄の子勝頼が徳川の長篠城に攻め寄せたのだ。信玄なき武田軍に引導を渡すべく、信長は決戦の地長篠の下長原へ軍を進めた。第4話、長篠の戦い。などくだらぬことは言わぬ。だん。だが、この戦国乱世は武の力により開く。力が開きし戦国乱世は、より強大な力によりねじ伏せられるべき。故に信長は天下に武を敷くと宣ず。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。世が信長たるゆえんをなさんがため、武田を討ち滅ぼし長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。いたぶり
殴り、そして武田のすべてを根から絶やせ。策を超え、武士が鉄砲に勝るとしません。武田騎馬隊突撃、悪魔粉砕せよ。この気迫で進む。ようやった、見事なもんじゃ。無謀よ。信長の鉄砲が鳴るたび兵に動揺が走る。父に比べ俺の不甲斐なきゆえか。今こそ蹂躙せよ。力で武田をねじ伏せるとおっしゃった。力とは鉄砲。これ草鉄砲で勝つしかねえ。鉄砲兵長が皆撃たれたら、わしらに負けよう。新たな事業の仕事である鉄砲で逆転を貫く。この戦は信長様が望むようなことにやめさせ。ああ、じゃがな、見つけた戦場、きっと地獄になるじゃろうて。戦国最強武田騎馬隊の誇り、このまま流しのぎ恐怖と共に潜め。この気迫で進む。この勢いに乗り攻め立てよ。我らは無様な戦だけはできんのだ。まだあがくか。
武田。敵将撃ち取ったり。なんて強さだ。見事な忍者。敵将を撃ち取ったり。の生き様、ここに示さん。援軍を頼む。皆の目を、やばい策に集中してる。ここが攻め時だね。この方で敵が怪しい動きをしとるの。いや、あや、監視しとらんで、コメント。この気迫で進む。見事なもんじゃ。よいぞ、武田を絶望の淵へ落とせ。おじき、ただ引き金引かれるだけで人が次々倒れてくる。戦ってのは人と人が切り合って、もっと手触りの感触があって熱くて。死ね、黙して戦え。そして己の頭で考えよ。さもなくば大手に置いて行かれよ。武田の古きもののふのようにな。これが信長様が進む道。わしには到底歩めん道じゃ。信長様はぬるいとおっしゃるかもしれんが、わしは別の道を探させてもらうわ。ここで無残に散った者たちのためにもな。急げ。御前立てはどうなった。ここから俺本陣を脅かすとしようか。我が軍を駆け乱すつもりでしょ。忍びに参加ってさせたらいい。耐えとこ打ちまうや。この戦場に渦巻くは、そして実は、これは信長様の望む世のため、そして幾つの基地を守るため。そうなのだろうか。いや、迷うのではない。私は信長様の行く先を駆け巡り、この企画で進む。困ったな、引けない場面だったんだが。よっ、どうだ。この企画で進む。覚悟。弾は敵将。敵将撃ち取ったり。逃げておれん。我が軍も続くぞ。この企画で進む。簡単を禁じ得ません。そろそろ次の仕事あるんで。
暴れるな。普段は敵ぞ。援軍を頼む。止まれない。この手で時代を。この気迫で進む。そろそろ次の仕事あるんで。負けておれん。我が軍も続くぞ。やっ、ここでやったが百年目よ。
強い。これはかなわぬ。また進んだ。かけよ。止まる者には死あるのみぞ。あるかでも意味を失った。もう何人であるかでしか意味を。それが答えなら笑えん。それは笑えんわ光秀殿。ですが前に進まなければなりません。戦なき地平を開かなければ。苦しけりゃ別の道を選んだね。賭けよ。そう信長様はおっしゃいました。私は信長様に賭けるっちゅうは自分の足で賭けるっちゅうことじゃろうが。秀吉殿には覚悟が足りないのです。信長様を追い新しき時代を開く覚悟が。わしは思う。覚悟っちゅうもんは目隠しじゃねえ。自分の目をパッチリ開いてそこから見える景色を未来につなぐため自分の方法で自分一人でも歩いてく。そこまでの意志を持つことじゃとな。目隠ししてまったら身の回りの大事にしたいもんも見えんわ。お前の目から何が見えとる。かけよ。
お前さんら強すぎじゃ。特にイヤストロはこの名人でないか。将棋も強いなんて恵まれすぎとるわ。秀吉殿は将棋はそのお下手でござるが、戦の名人ゆえ良いではありませんか。であるのか。よも一曲教授願おう。ただし兆候は禁ず。三つ数ぞ。おお、助かり申した。お願い。実際の戦場に正義兆候の時間はない。人は失敗を重ねつつも。なるほど、今度はわしに戦わせてくだされ。しかし秀吉殿、我らにすら勝てなんだものを。敵は取っちゃるわ。まあ、見とられい。こいつはわしにはいりません。飛車の前の歩を落とさば飛車がすぐ慣れるゆえ非常に有利なのか。実際の戦なら敵陣はいじれませんが、自陣ならどうとでもいじれます。やり方はいろいろあるっちゅうこって。それが猿が抜かす。